どうも、こんばちわんこ、すっコろべいこです。王様戦隊キングオージャ第8話の感想動画です。いやー、楽レスをね、強かったですね。なんとなくですけど、最初はね、力はあるけど、それにうぬぼれてる的な、なんか無能感がね、あったんですけど、話が進むにつれて、 あれこの人ガチで有能な王様なのではってなってきてるのがね、面白いなって思ってます。個人的にラクレスはギラへのコンプレックスを付け込まれて城から追放してしまったパターンとギラのことを思いやって城から追放してしまったパターンがあるのかなって思っていて若気の至りで反省しているのか洗脳みたいなものにあれがっているのか彼もまた弟のように悪い王様を演じているパターンなど色々あると思います。まあ国民に慕われてる時点で 悪い王様を演じているっていうパターンはなかなか微妙なところではありますが 一話のね、税金徴収シーンとか、他国はもちろん、しュったもムの国民に対しても、ドライな部分があるんで、どちらにしろ政権が変わってしまえば、悪王と言われるムーブはしているかなって思います。ギラが後に王様になるっていうことは、政権が変わることは確定していますし、先日ね、配信された、ラクレツのスピンオフでも、後に最悪の王と言われるのは確定しているようですしね。ただね、声でか一般市民の描写を見ると、勝てば正義、負ければ悪っていう、 国民性のようなものを体現しているような存在にも見えるんで、単純な正義と悪のような話にはならないんだろうなって思ってます。少なくともね、僕はあの、ご老下が、楽レッソは悪人だったんだとか、ギラ王子が真の王様だとか言ったらね、俺笑い転げる自信ありますね。なんか最近はね、 世界征服を企む悪の秘密結社がっていう悪役ってそんなに受けないし敵側の心情にも感情移入して主人公たちにやられる敵に対してかわいそうって感情を抱く子が増えてきたなんていう話も聞くんですけど本当なんですかねラクレス王っていうね悪い王様の描き方とかも割とそういった面を意識しているようにも見えてちょっと気になったんですよね少なくともね現段階でのスピンオフでの立ち回りや今週資材のギラに 対して一生牢獄で過ごしてもらうって言った発言を見る限り何かと訳ありの人物であることは間違いないと思いますギラたち目線だと悪者は悪者だけど彼は彼なりに地球を救おうとしていたっていう感じになるんですかね来週ね 各国でギラ争奪戦が開始されるみたいですし、今週のヒメロのセリフからも、ギラをね、キングオージャーや三大守護神を動かすための道具として見ているようにも感じる部分があります。一応ね、崖から落ちたギラを心配している様子からも、個人の感情としてはギラを一人の人間として見ているとは思いますが、一国の王様としてはギラの能力っていうのは手中に収めたいものだと思いますし、そういうところを見ると、彼の存在自体がね、 戦争の火種になるというのは、威訳しすぎかもしれませんが、国に亀裂を生みかねないものになるのではって思うと、ラクレスがギラを城から追放したのも、やっぱりいろんな事情が組み取りそうな気がするんですよね。そんな中で、ギラの力に頼らなくても戦える王者カリバーゼロを作らせたって思うと余計にね。ただ、 極寒で裁かれて死罪になった場合はどうするつもりだったんだろういたなら事実を突き止めて無罪にしてくれるっていう彼女の公平性を重んじる性分に信頼があったのかなだとしたらあの怒ってる姿名演技すぎるけどね、ラクレス。逆にね、ギラが死罪になった場合ね、その死刑を行う前に政治取引をしようとしても、 リタが、それに応じるとも思えないですし、死なせるのは可哀想だから、自分の手でどうこうできる範囲だと、一生牢獄で暮らさせようと思うけど、最悪死んだ方がマシくらいには思ってるんですかね。その男を解放するとはどういうことか分かっているのかって楽列言ってましたからね。ギラの覚醒条件がね、王者カリバーの入手だとしたら、城下町で暮らしているのを放置してるっていうのも、富妻が合うといえば合うんですよね。僕は第一 一話でのラクレスというか、矢野雅人さんの悪者の王様感満載の演技力で魅了されてしまって、キングオージャーでは一番ラクレスが好きなんですけど、今のところ王としての品格というのも落としていないですし、なんなら俺様をラクレスのところに連れて行けと、 何の産段もなく言っていた弟のギラと比較してもかなり優秀な兄という面が見られてね満足です。あと、あれか、神の怒りがギラ誘拐と何かしら関連があるっていうのもありそうですよね。ギラの身に何かが起こったことによって神の怒りを買ったのか、首謀者がギラを誘拐することでシュゴッダムからシュゴットを使わせる力を奪って神の怒りを起こしたのか。 どちらにしろ、首謀者はシュゴッタムの関係者になるのかなとも思います。ドゥーガーともかくね、ボシマールは今のところ露骨に怪しい立ち回りしてますし、5人のメイン会をやった後にギララクレス兄弟の話に行くっていう構成もうまいですよね。 ちゃんとね、他4人のキャラクターが立った上での、アスティーケや、世界観の掘り下げに行く、秘書天月で言えばね、完璧な木ではないでしょうか。今の段階でね、こういった複雑なラクレスの背景や、カグラギの動きなんかも、秘書天月の流れで、子供たちもわかるようになってるって思うんで、今の段階だと、ラクレスは悪い王様、カグラギはうさんくさいおっさんくらいの認識で、問題ないっていう作りになっているのも、キングオージャーがね、楽しく見れているっていう、 一位になってるのかなって僕は思います。まあ、後々に問題があるとすれば、この部分をどれくらい咀嚼するか、くらいですかね。こうやってね、オタクには深読みさせて、純粋に見てる人たちには迷惑役,役になっているラクレス。本当にね、魅力的だと思ってます。昨年のドンブラザーズがかなり特殊な構成だったっていうのもありますけど、 戦隊って最低でも最終的なメンバー構成って5人以上はまあいるじゃないですか。その中でギラが好きな子もいれば、かぐらぎのようなうさんくさいというか、含みがあるキャラクターを好きになる子っていうのもいると思うんですよね。あとは、一番面白いのは、大人になって見返すと好きなキャラが変わるパターンですよね。そういうのがね、キングオージャーっていうのはね、しっかりしてるって思うんですよ。今回ね、冒頭からつらつらと、 ラクレスに対しての予想を喋ったんですけど、これってやっぱりラクレスが 魅力的なキャラクターだから出てくる妄想なわけですよね。僕自身が深読みするタイプのオタクだからっていうのももちろんあるんですけど、ラクレスが一番キングオージャの中では好きなキャラだからこそ、こういう風に考えることができるわけですよ。人によってはね、ギラガーとか、ヤンマガーとか、好きなキャラについて一番深掘りして思いを馳せていると思うんですよね。5人が主役っていう部分をずっと重要視しているからこそ、今の推し文化なんてものができる前から、どの色のヒーローが好きな なんて会話は定番だったりもししますしねちなみにこの5人が主役っていうのは僕はね見る人によって一番好きなヒーローが違うっていう意味合いだと思っていて基本的に物語の中心人物は赤だと思ってますだからこそ戦隊ってなんか役割がちゃんとしていないメンバーがいたり5人もしくは6人である必要があるかみたいになると評判が悪くなる印象もありますねキングオージャーは 本当に何だろうヒーロー番組に対しての大切なことっていうのをね、思い出させてくれますね。マジでね、ライダー疲れしてる人ほど刺さるんじゃないですかね。王道でありながら変則的な部分も持つキングオージャ今後もね、楽しみにしていきたいと思います。これからも特撮についての動画を出していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。